バーニー・ウォーレルはアメリカ合衆国のミュージシャンでキーボーディスト、オルガニスト、アレンジャー。ニュージャージー州ロングブランチ生まれ、ニュージャージー州プレーンフィールド育ち、P ファンク主要メンバーの一人。バーニーはトラック運転手の父と教会で歌う歌手で家政婦の母の子として生まれた。3歳からピアノを習い、4歳で初めてのコンサートを行い、8歳で ピアノ競争曲を自作し、10歳でワシントンシンフォニーオーケストラと共演するなど早熟、天才として知られ、また絶対音感の持ち主であった。8歳でニュージャージー州プレーンフィールドに移住した。プレーンフィールドでは母の目を盗んでジョージ・クリントンの床屋に通い、ジョージとザ・パーラメンツのために譜面を読み書きしてあげたりしていたという。高校卒業後、 ジュリアード音楽院でプライベートレッスンを受けた後、アメリカ名門音楽院の一つであるニューイングランド音楽院に進学し、クラシック音楽を学んだ。動員在学中にバーニーはナイトクラブで R&B やジャズも演奏し、またチュビーザターンパイクスというグループで演奏した。このグループは後のタバレスである。動員卒業後はソウル歌手マキシン・ブラウンのバンドリーダーを 約5年間務めた。1969年、ジョージ・クリントンに勧誘され、ジョージ率いるファンクロックバンド、ファンカデリックの、ファーストアルバム、ファンカデリック・ファンカデリックの録音に参加した。そして1970年発表のファンカデリックの、セカンドアルバム、フリー・ユア・マインド・フリー・ユア・マインド・アンド・ユアース・ウィル・フォローから正式に、バンドのメンバーとしてクレジットされるようになった。また、 ファンカデリックと同じメンバーからなる別名のファンクグループパーラメントにおいてもキーボーディストとして活躍した。このファンカデリック及びパーラメントの作る音楽を P ファンクと呼ぶ。バーニーは P ファンクにおいてピアノ、ハモンドオルガン、モーグシンセサイザーを駆使し、まさに革新的、独創的な音作りを行った。その他シンセサイザーによる ストリングアレンジその他 P ファンクの音作りの根底を気づいた。その他 P ファンクの周辺グループであるブーツイーズラバーバンドやブライズ・オブ・ファンケンシュタインにも参加しメンバーの出入りの激しい P ファンク軍団において最初から最後まで参加した最も重要な中心人物である。1980年代に入ると P ファンクの活動は急速に収束した。 バーニーは1980年代にトーキングヘッツの準メンバーとして活躍したほか、スライロビー、プリテンダーズ、キース・リチャーズ等、数多くのミュージシャンと共演、客演し、非常に数多くのアルバムを残している。1990年には、キース・リチャーズ、デビッド・バーン、ハービー・ハンコック等をゲストに迎えたソロアルバム、ファンク・オブ・エイジズを発表し、それを機にソロ活動も、 継続的に行うようになった。2004年には、ベーシストのレス・クレープール、ギタリストのバケット・ヘッド、ドラマーのブライアン・マンティアと、コロネル・クレイプール・バケット・オブ・バーニー・ブレーンズを結成し、アルバムを発表している。2016年6月16日、ステージ4の肺がんであることが、バーニーの妻を通じてアナウンスされた。2016年6月24日、肺がんで逝去 72胞図、ありがとうございます。